今日は第3章の2つ目ですね。タイトルがチャールズ・ロバーツ、まあ、かっこゲーミングのホビーになるって、もう守るタイトルなんですけど、パーラさんゲームって言わないでゲーミングって言うんですよね、いつも。なんだか知らないけど、パーラさんのゲーミングはなんか深い意味があるタイプのゲーミングではないと思うんですよね。結局そうなんだよね、ゲーミングってこだわっていってもらえるわけではないみたいな、という話はまあいいんですが、いきなり出だしが戦後軍事問題で文民の会の支配が強まるというふうに書き出しが始まっています。なんかすごい堅苦しい。戦後って二次大戦後ってことですか？あ、これはもちろん二次大戦なんです。興味あります？あ、あります、ありがとうございます。戦争終わったのは1945年だから、まあ大体1950年ぐらいからの話だと思ってください。まあ、ある意味土地狂った時代ですね、アメリカだから。まあ、赤狩りだの飲んだのみたいな。まあまあ、そういう話は出ないんですけど、まあ、そんな風な時代の空気感みたいなものがあった時代です。で、文明会議って大げさに言ったけど、要するに民間人がゲームやるようになってるってことを言いたいそうなんですよ、これは。ここは。だから、ホームホビーになるなんだけども、で、まあ、大ゲームホビーと呼べるものが生まれたと。いうふうに書かれてます。まあ実際そうなんですけどね。で、その、礎になったのが、まあ、ウォーゲームの世界が非常に有名な、チャールズ・スワン・ロバーツ2世。まあでもこんな名前本当に知ってる人なかなかよくて、みんなチャールズ・ロバーツって言ってますけど、私も2世だってことはすっかり忘れてましたよ。正直言って今回読み直すまで。で、まあ、メリーランドの出身で、このメリーランドってアバロヒル社の所在地になりますけど、後で。陸軍の州兵将校になって、1952年に任官しましたと。で、そのまま正規の陸軍将校になることを希望って、例によって何の説明もなしにこの翻訳を書いてないんで、日本人だとピンとこないんで、ちょっとだけ説明しますと。アメリカって州軍と正規の陸軍って二つ、日本立てなのはご存知の方多いと思いますけど、映画なんかにもよく出てくるんで。で、ロバーツは州兵の方に行ったわけで、州の軍隊に。日本で言うと、神奈川県だの、埼玉県だのが軍隊持ってるようなもんですけども。まあ、警察もそうですね、日本。各自治体ごとに一応、権限を分けて警察持ってるんだけどもっていう感じで、それがアメリカの場合、軍隊があると。消防も消防団とかある、ね、消防もそうですね。アメリカ消防本当に、ね、自治体のもんなんですよ。だから、ね、自治体がお金がなくなると火が消せなくなるってとんでもない話です。ストーやるとか、ストーやったり、募金活動やったり、もう情けないことやってますよ。特に奥地の西部の方が山のところなんてもう消防隊全然間に合わないから、焼けるに任せたりとか、平気でやってますよね。火が消せないんで。ちゃんとじゃあアメリカの消防隊は。今ないじゃないですか。ないね。で、まあ、その周辺の方に、ロバートさん入りましたと。戦後ですね。1950年だから朝鮮戦争の頃ですけど。あの人、いいとこ生まれってことなのかな。まあ、そこそこいいとこですね。そもそも、将校になるためには推薦がないと学校行けないはずなんで、アメリカの場合。大体、議員さんの紹介とかそういう形で推薦状書いてもらって、じゃあ、士官学校に入りますみたいな形になるんで。意外とアメリカってこれ社会なんですね、そういうところ。これなんかよく言いますよね。アメリカとりあえず。だから大学行くのも、コネ作るために行くところだし。で、まあ、多分そのままじゃ飽き足らなくて、正規の陸軍の将校に、要するに、大陸軍って言われた、アメリカ合衆国の軍隊でね、そちらに入ることを希望してるんですけど、そのままで。そのチャンスを待ってる間に、まあ、ゲームを作るわけですね。盤上で演習場におけると同様な戦争を実行し、より雑音の少ない状況の中で、戦争の原則についてニュアンスを学ぶことをゲームとしてデザインしたということです。これも永遠前にやってたドイツがクリックスピルガとかああいうやつですね。要するに考え方として。ただ、まるっきり自分の趣味としてこれを作ってしまったというのが、ロバートさんのすごいところとか、ここから今現在あるいろんなボードゲームの形が出来上がっていくわけですね。ユーロゲームも含めて。で、この最初のゲームっては対する二つの国の戦争がテーマだったと。で、まあ、仮想の島の地図を採用し、要するに適当に地図作って、まあ、島なんだけども、そこに
格子島がグリッドが書かれていて、チルスケードヘックスじゃないという、まだこの時は。で、そのグリッドの上に駒を置くと、ですね、これは。で、駒っていうのはユニットと呼ばれてて、装甲部隊とか歩兵の部隊なんかが表されていました。今日これ持ってきたら、それに口で言うより見た方が早いという、こういうやつですね。これは他のゲームのだけど、分かる人は分かると、まあ、イメージ的には、まあ、まあ、こういうやつですよね。もっとシンプルで、数字が、戦力が2と1しかなかったとか、それぐらいのものがあるんだけど、まあ、いわゆるウォーゲームっていうと、イメージで、ね、そうですね、ウォーゲームは大体こうですよね。そういう感じ。まあ、草間さん実物持ってるわけだから、ある意味改訂版の2だけど、これってほぼタクテクスですよね。これそうですよ、完全にそうですよね。うん、だからこれを持ってきた、アバロンヒルクラシックの3つのフォーマット、まあ要は攻撃力、機動力と移動力っていう、ね、基本的ラインは全部抑えてるんで、しかも最初のタクテクスっていうのは戦闘力と移動力という書き方をしてたんですね。攻撃と防御に分けてなくて、まあ雑、余談で言えば。で、まあ、あと、この四角の中に変な記号がありますけど、要するに装甲とか歩兵を表してるってのは、そういうことですけど。ゲーム的にはほぼ関係ないんですよね。実は、クラシックだけで関係ないですよね。ルールがないと。ルール以外は、単に、こう、これが戦車ですよ、みたいなものを、ここから想像しろという。で、数字が書いてあるのは、こう、師団の番号ですよね。番号で、ね、舞台の名前ってやつですね。あとは横文字でこう書いてあるのは所属の国とかですね。うん。まあポーランドとか、うん、自由フランスとか、まあいろいろ書いてますけど。うん、まあ非常にプリミティブな、ここから進化していくわけなので、うん、まあ。いや、これぐらいの方が良かったな。いや、昨日ね、久しぶりに、ちょっと一人でどんなもんだかやったら面白いって。あれ、こんなに面白いゲームだったんだって。これ、タクテ普通ですね。いや、こっちの、ドイツアフリカ軍なの。タクテ普通がね、見つからなくて、そもそもバラバラになっちゃって。いや、バランスルクラシックは面白いと思いますよ。うん。あれぐらいのルールでいいですよね。結局そうなんだよね。どのくらいで終わるんですか、え、どれ、サクセス、あれ、うん、2時間ぐらいで終わるんじゃないかな、終わるときは。僕が昔やったときは1時間ぐらいだから、うん、私やったときは2時間かかった。やっぱそんなもんだよね。やれると時間ちょっとかかるんですよ。がっつりやると、勝敗を、いつまでやるといいんだけど、このゲームって大体中枢性があったら、つらいのかな。まあ、投了しちゃうじゃないですか。うん、今のそもそもルール読むだけで2時間を超える。うん、ね。いいですか、ルールの話が出たら、余談を言えますと、これ、初期の役なんだけど。アフリカ軍団。このホビージャパンの。ホビージャパン、悪名高いホビージャパン役ってやつで。でさ、改めて読んだら、ルールがやっぱり端折ってあって、わかんないんだよね。それだけ読んでも。なんかしれっとアップデートしてるっていう、サイレント海底のダンスみたいな。これの価値はアップデートするだいぶ前なんですという。でこんなの読んでもゲームできないじゃないかっていうところに価値が。これね、アナログミュージアムね、泣かせですよ。なぜかっていうとですね、どこにもアーカイブされていない上にバージョン違いがあって、うん、何についてるかついてないかもわからない。そうですね。だから、例えば GDW の古い SF ゲームを探そうと思ったら、これ日本語版あったかないかって聞いても、誰もあったかもしれないし、ないかもしれないみたいな感じ、うん。特に、初期はこれ、日本の代理店が箱の中に入れないで、渡してましたからね、はいはいはい、あ、箱にくっつけた人はいないんですよ、思ってる、うん、くっつけてはいる。くっつけたらいるけど、だから、それ、足りてるのでやってるから。一応、外にシュリンクで。レビュースしてる。これ何年ですか、ここ見て。これ何年だろう。お前、中古で買ったから何年かよくわかんないけど。じゃなかったかな。75。でも、アフリカポップスって、そんな初期じゃないんで。ゲーム自体はもっと前。ゲーム自体は、この、語る、あ、これも結構面白いんだけど。これは79年だからで、どれだっけ、あ、戦闘結果表が68年とか書いてあるから、うん、あ、63年か。バランスルクラシックってボードゲームリーグだってね、5とかつけられてるわけじゃん。あ、ありますよ、5。5ってありますよ。ちゃんとカタログに出てますよ。ボードゲームリーグの数字が何の当てにもならないんだよ。ほこれを見ながらルールをたどりたどり、こう、記憶に蘇らせてようやくソロプレイができたという、うん、ひどいルールブックですよ、ほんと。あ、すごいですね。うん、しかも日本語で。自分で入れてるのはダメだ。
でもそれもね、ホビージャパンのやつでは初期の方だと思います。初期の方ですね。後期はもうちょっとね。後期もっと綺麗で厚くなってるから、ちゃんとっていうか、大体訳してあるなぐらいにはなってる。でも簡訳だったら売りなんだけど、簡訳じゃないわけです、ね。簡訳じゃない。じゃあ話進めますね。で、まあ、グリッド、今でいうヘックスには地形が書いてあると非常に当たり前なことが書いてますが、まあ、平野とか都市とか山とか森とか変わっていった地形がありましたと。で、まあ、こういうやつに駒を置いて動かしますと、なんかもう、この説明実のバカにしてる。いや、でもちゃんとなんか立派なポートですよね。うん。今の基準で見たら相当、なんていうか単純なマップだけども今ペラペラトン多いですね、うん、そうそうそう、まあ、慎重にしちゃうことも結構ありますもんね、しっかりしてる、ちゃんとしてますね、うん、クラシックの初期の D デーとかよりは確かに作りが綺麗なんだよね、うん、デザイン的に。印刷屋のプライドというのがあるわけですよ、ね。なんかあるんでしょうね。大した印刷屋じゃないやつ。確かに。街の印刷所ですよね、そうそう。そういうの。これを同人レベルだって考えるとすごいことになるんですよ。一応商業ベースなんだけど。まあ、一応商業ベースだけど。今日の章を読んでいくとわかるけど、ね、これ日本で同人じゃないみたいな。よくやったよな、みたいな感じがします、うん。で、ここの、ゲームの画期的なところは、将棋やチェスなんかと違って自分の手番に全ての駒を動かすことができます、自分のものは。また一部しか動かなくてもいいという、また非常に今更な説明が書いてあるわけですね、本には。ただすごい画期的だったんですよ。でも当時のミニチュアゲームもでもそういうルールではなかったんですか？ミニチュアゲームの方はそうなんじゃないかな。ただ、道具としてはっていうことですね。もちろんクリックスシペアなんかそうなのアクチャルゲームってアクチャルゲームやらそうですね。その、なんかウェザーストアでもう一回ほぼ同時期の、スクラビーとか、なんかそれぐらいの時代のゲーム、多分。ミニチュアゲーム一斉に動かすな。でしょうね。確かそのはず。だからまあ、ボードゲームとしては画期的だったという感じ。この前のいわゆるクロがやってたやつは同時に動かなかったですか？いや、プロがやってるとあれ同時に、本当の同時に動いてるから、あれは。だから審判が必要だし。審判が。また全然話が変わってくるから。逆に同時っていうか、自分の手番は自分のものを動かして、相手の手番が対応して動かすっていうところで同時性出しちゃったっていうのが。本当リアルタイム進行じゃないですか、あの辺のゲームって、一応。ターンするものではないという。ターン制ではないみたいな。なんか20分で区切って、20分に1回判定入れるみたいな。プロのやつだね。これは単性、初めてだから単性をちゃんと採用したって考えていいんじゃないかなと。まあ、これがでもロバートさんの報われない人生の始めになるわけですが。でもまあ、ちょっと一応本に書いたのを引っ張ってきて書いてるんで分かりにくいかと思いますが、ユニットには、つまり舞台の駒ですね、数字で表される投球、つまり移動力、戦闘力だけで言うと移動力と戦闘力ですね、書かれて、で、まあ、この移動力の数字までのグリッドで動いていくことができる。つまり3って書いてあったら3マス動けるよと。あるいは2マスでもいいし、1マスまででもいいし、動かなくてもいいんですけどっていう。いや、改めて思うけど、シミュレーションゲームって言葉で書くと本当にめんどくさいんだなという。ルールを書くというのがいかに不毛な行為、不毛ではない、別に。不可能な行為だという話に。で、移動力と同じように戦闘力も書かれてますと。で、この時シンプルで装甲部隊が2で歩兵部隊1っていうそれだけだったんですよね。確か歩兵が1力になるのかな、だから。で、装甲部隊が27だったかなんだか、そんなぐらいだったと思います。で、飛騨双方のユニットが、敵味方のユニットが隣の場所にいた時に戦闘が起きます。この時のゲームは、靴したら絶対に戦闘しなきゃいけないっていうルールでした。マスタータックって言うんですけど。今でも使ってる、ゲームあるはずなんですけど、最近でもあんまり珍しくなっちゃった。ユニットに確かそのパターンが書いてあったような気が、こっちじゃねえな。で、私がまあ中に書いてますけど、で、あと CRT ですね。はいはい。うん。舞台同士がくっついたら、世界初の CRT ってとこで、ね。ということは、これを相当後まで持っていくんですよね。これ、20年くらいそれをバカみたいに使ってますよ。で、まあ、双方の戦力の比を出して、戦闘結果表を見ながらサイコロを振りっていう。戦闘結果表、まあ、これはね、オリジナルに入ってますけどね。同じのこれね、持ってるんですよね。
れ、D で持ってるなら同じですよ。あD でと同じ。D でと、まるっきり一緒。D で、D で持ってます。うん、持ってるなら、はい、あ、そうで、戦闘が起こるパターンでこんな感じです、ね。おあ、でもなんか、当期のルールに比べると、なんか親切に書こうという気がある感じもする、ちょっと。その辺はね、てかそれやんないと絶対に誰もできないじゃないですかっていう、知ってる人いないんだから、日本に。戦闘結果表上なんだけど、下がもうアメリカ人がバカらしくて、こう。まずだって敬語ですよ、敬語。だったら戦争に作るのに、これないと計算できないのかいっていう。あ、待った、パラコップしてない。はい。何の敬語とかわかんないですよね。別に敬語にする必要ないじゃないですか。でもこれなんか、敬語となんか、携帯と状態が混じってるのよく見ると。まあ、ストーリー語る部分で、そうです、ストーリー語る部分が状態で、そう、ルール語る部分が携帯なんですよね。まあ、わかりやすいかもしれないですけど、でも今や説明した話が結局、後のゲームに全部受け継がれるようなの、まあ、いろいろ手変えてきますけどね。で、今言うとすごくシンプルなんですけど、これでも商業ゲームとして初めての試みだった。しかも誰もなんで気づかなかったんだろう的な今のところ。いや、そもそも商業ゲームっていうもの自体がって感じではあるじゃないですか。で、商業ゲームのマーケットはそれこそ、まあなんか、55年ぐらいだから、ストラテゴとかの時代。まあ、あとモノポリとかね。モノポリはもうちょい前ですね。あれは大恐慌の。大恐慌の頃だから。あとクルーとかが、その時代の。でなきゃもう本当にチェスになっちゃいますからね。まあその時代にその大人向けでこういうゲームを出そうって発想はそんなにはなかったと思うんですが、オッズが6対1以上と6対6以下の時は自動的に解決しますよ。アフリカコープスってタイトルがロッペラ・アフリカ軍団っていうのだった気がする。59か、うん、なんか放題も変わったんじゃない。放題も変えるんで、あんまり当てにしないような。実は1959年アメリカ版の。だから、現場の57。ノマツさんよりちょいや。そうだよね。そうです。ちょっと後ですね。で、まあ、これは多分次のところでパーラさんが言いたいところなんでしょうけど、チャールズ・トロバーズは自分のゲームが教育上大きな価値を持つことに気がついたと、要するにシミュレーション的価値ですね。うん、まあ、パーラさんはこういうことが好きなので、おそらくここを強調したいんでしょうけど。で、まあ、その頃は朝鮮戦争が終わって、周辺の将校から選抜昇進制度で正規の将校になるっていう夢は聞いちゃいましたと。まあ、用済みになっちゃったんだよね。職業軍人になりたかったんですね。なんか、なりたいならもうちょっとやることあるんじゃないかって、しないじゃないんだけど、まあまあ、その辺はね。それはでも、次のコトリとオオカミのゲームに少しする話。それでまあ、軍人としての夢は聞いたロバートソンは販売業に転じて、1954年に自分が考えたゲーム、これはタクティクスですね。後にタクティクス2っていう改訂版になりますけども、でまあ、戦術という意味なんですが、まあ、ほとんどタームネに販売したというふうに、パーレさん言ってます。まあ、多分そうでしょうね。これまで何を売ってたんですか？いや、だからこの販売業で何売ってたのか。商社みたいなことやったと。いや、そんな立派なもんじゃないと思うけど。まあ、あれか、なんか仕入れてなんか売ってたよね。アメリカの田舎町って大体そんなもんじゃないですか。店なんかそんなないし。要は注文聞いて仕入れてきて、みたいな。で、まあ、ここでゲームを作ったロバートソン、アバロンヒル社を作りますと。ちょっと注意しかないで、ここはまだアバロンヒル社じゃなくてアバロン社なんですよ、この時。まあ、これがなんでヒルになるかっていう説明が後で出ます。で、このアバロン社、自分の地下室で、自宅の地下室で仕事をしてたから同人じゃないかっていう。このガレージ。ガレージですよね。で、作られたゲームは印刷屋に、印刷会社じゃなくて、印刷屋で印刷してもらって、まあ一応販売の方は選手と科学の出版社のスタックポール社の方によって委託して売ってもらいましたと。いや、この会社が後にトリビエであんなに、爆発するとは誰も思わなかったでしょうね、この頃。トリビアも会社なんですね。そう、トリビア最初に出したのは、アバロンヒルなんです。で、1954年から58年までに2000部が売れましたと。で、2000部、商売になりませんよね、これじゃほとんど。利益はたかだか300ドルだったと。まあ、今の300ドルじゃないんで、もうちょいマシですけど。300ドルですか。どのぐらいなんだろうっていう。あれぐらいだったんですよね。3000ドルまで行けばいいけど、行かないだろう。結局食えませんよね。食えはしないですね。
にもかかわらずですね、まあ、本部にもかかわらずなんてことは書いてないですけど、1958年に動物はゲーム事業を拡大します。よっぽどやりたかったんでしょうね。で、社名はアバロンヒル社に変えます。なんでかっていうと、他の地方、まあ、多分州なんだけども、会社名が被るのをちょっと避けるために、ヒルってくっつけたわけですね。で、ちなみにですね、アバロンヒル社のアバロンって何だかって、今更もう説明する必要ないですよね。アーサー伝説と何が関係あるんですか？いや、なんでアーサー伝説から引っ張ってきたのかよくわかんないですね、でも。今アーサー王が最後、のたれ死ぬのがアバロンなんだけど、アバロンの島なんだけども。まあ、のたれ死ぬというか、そこで復活を待ってるっていう。まあ、そうなんですけどね。ただ、いや、今ね、アーサー王研究者とやってるしていて、アーサー王っていつも何でもコレクションしてるから、当然アバロンヒルって入ってくるわけですよ。アバロンのヒルとか、アバロンヒル。はいはい、検索したら出るでしょうね、今。アバロンヒルって何だろうって。いずれ覇権を取るって戻ってきてって意味なのか。いやーなんかそんな深い意味ないような気がする。アバロン、アイランドアバロンじゃつまんないからヒルにしたんじゃないかなぐらいな。本当でもってこれ適当につけてるとしか思えないんだけども。しかもアメリカ人がヒルの名前つけてます。うん。ついてもアメリカ人だからってメイクラワーとかつけなきゃいけないわけじゃないでしょ。まあそうなんですけど、アバロン島ってのはアメリカじゃないわけですよ。イギリスでしょ？イギリスも、まあ、それも架空だろうし。イギリスの一番、コーンウォールのさらに左。英語だっけ？そう。うん。そうですね。しましまとかね。まあいいや。じゃあ、それで、アバロンヒルが、まあ、大ゲーミングの市場を作り出す先駆者が見なさなかったと。まあ、それはそうでしょう。要するに、売れるとは思ってなかったでしょうね。会社作ったはいいけど。多分、版権の必要があるから会社にしたんでしょうけど。だけど、知的な挑戦を楽しみ、事業によって左右されるような競技を好む人々が気に入るように、デザインされた特別な様式が、要するにそういうゲームだっていうことを、確信したわけですね、ロバートさんは。で、そういう市場っていうのは確かにあるんじゃないかと。で、チャールズ・ロバートとアバロン・ヒル社発足時から、彼らのゲームのロールプレイングの局面を目指したと。ちょっと文章が崩れちゃってるな。ここでロールプレイっていうのは、パーラさんが後付けで言ってることで、要するに、ゲームで市場を開拓していくんだよっていうことを目標に一応したと。で、そういうことに潜在的な魅力があるっていうことには気づいてましたと、ロバートさんが。ゲーム、局面ってアスペクトだ。ゲームにそういうところをつけるってことですか、ね、ゲームのロールプレイング的なアスペクト、ね、アスペクトをつけるっていうことですか。まあそうですね。で、それが何かっていうと、まあ、箱なんかにも書いてありますけど、はい、この脳書きにいろいろ書いてあるんだけど、要するに君はロンメリアモントフルになってどうのこの的なことを。だから、これがある本ではロンメリアアフリカ軍団とか、ある本ではドイツアフリカ軍団。このパッケージデザインはいいですね、結構。面白いけど、でも今それやったらウケないだろうなって気もする。まあ、ウケはね、ウケは悪いでしょうけど、でもデザイン的にはかなりいいんじゃないですか。いや、これ面白いですよ、当時の解説書には。高級な雰囲気がアカデミックな雰囲気だった。アカデミックかって言われるとちょっとどうだろうね。確かにそんな脳書き書いてあったよね、この昔。かっこいい。いや、これはやっぱり、レパートとかで売ってあるんですよ。それで、まあ紙もそんなに高い紙じゃないんですけど、こう、まあちょっとシンプルにしようみたいな意識はありますね。ほら、ウォーゲームって、この後はチップロック、ジップロック式のやつがあるじゃないですか。コマンドバージョンみたいな。はいはいはい。まあ次回持ってこようと思いますけど。そうそういうやつを。このシリーズね。でも、アバラフルクラシックってもうちょっと一回り大きいのもあった気がする、ね。箱はでもサイズ確か全部それだったと思う、クラシックは。その後ブックケースになるけど。いや、僕はこのアバラフルクラシックシリーズは全部ルール軽いし、プレイも軽いし、結構好きなんですけど。あったらなるべく。今、ゲーマーが誰ももう見向きをしなくなってるという。そうそうそう。でも、検索して、英語でやると、解説 YouTube とかあるんですよ。解説してる人たちがみんな、なんかもうだいぶ落としなんですよね。そうでしょうね。そりゃ。それだけでもかなり立派だと思います。もう、銀一郎さんとか、あの世に行かれましたからね。
で、まあ、暴野博士の初期の広告には、ロンメリア、モントコメリア、まあ、スプルアンスや、山本、うん、まあ、山本磯六ですね、うん、を出し抜くようなことは促せるです、うん。肝だからロンメルになろう、みたいな、ことが書いてありました。要するに、そっちの方が売りなんじゃないっていうか、そういうことは、歌い文句にしたからロールプレイが生まれたって言い方もできなくはないんですけど、本当はね。うん、パーラさん、そんなこと書いてないけど。要するに、なり変わるっていう楽しさがあるわけじゃないですか。うん、ロバさん、本当はそんなこと最初は考えてなかったんでしょうけど、広告で言ったらそっちもあの、潜在的な価値があるんじゃないみたいなのになっちゃってますね。今なんかコメントが、チャットで来まして、これは横山さんから横山さんから、うん、違う、怪しげさんですね。うん。江口さんから、ウィキペディアによると、このアバロンは別に、アサオデデスのアバロンとは無関係で、うん、近くにアバロンって街があったからっていう、なんかそれだけだというふうに書かれてます、ね。いや、でもペンドラゴン出してるでしょ。別に出すんじゃないですか。そうなんだけど、シアソンくらい。ペンドラゴン出してるのは後付けで、うん、いや、ダブルミーニングどうでしょう、多分。どうなんでしょうね。まあ、後から後付けです。だから、ニューゲームゾーダは秩序と騎士団両方だっていう。あれはね、特に、そういうのとは関係があって。あれは、プロレスの、ニューダワールドオーダーから来てる。あ、そうです。えロックバンドのニューオーダーじゃなくて。じゃなくて。ロックバンドのニューオーダーは、まあ、私は嫌いじゃないですけど、吉井君は聞いたこともないんじゃないかな。ジョイディビジョンも、ジョイディビジョンも、彼はね、ラップとか好きなんですけど、ラップは別です。それでまあ、初期のゲームっていうのは、要するに、アバラヒレ社が初期に出したゲームですね。タクテクスと改良版の、改良版ってほど改良してないと思うんだけど、タクテクス、草間さんがお持ちだそうで、実は。私は持ってます。あ、持ってんだ。私は持ってたんだけど、どっかに行ってしまった。数回やりますか、まあ、あんまり面白くないけど、あれはね、クラシックはいいんだけど。アバラヒルクラシック会ならしてもいいか。あ、いいですね。ディスパッチャーとかやりますね。アバラヒルクラシック会なら企画しますね。それからゲッシュバグ。まあ、この辺はアメリカ人ならではですよね。ラインナップとしてゲッシュバグって。このゲッシュバグは史上初の歴史ゲームになります。あれ、ゆかしくデスバーグも言ってましたよね。うん、だったった。1855年ぐらいだから、100年は経ってるけどね。だったかどうかという。まあ、3くらいあればいいのかな。いや、アメリカ人あんまり気にしない。アメリカ人が全然、アメリカ人は気にしなさすぎなんじゃないかぐらいの感じもちょっとあります。ベトナムとか平気でゲーム出してるからね。イラク戦争とか、こいつはちょっと少しは反省しとるって。全く反省がないぞ、この人たちは、みたいな感じがやっぱりあるじゃないですか。ちょっとねってなるね。だから今も、こう、ウクライナ戦争のゲーム作ってるって報道されてたね。うん、まあ誰か作ってんじゃない、あ、というかまあ、すでにやってるような人たちいたけど。ボードゲーム会社が、ほいほい喜んでる。うんうん、あと、面白いのは、戦争ゲームとは無関係な鉄道作業シミュレーションのデスパッチャーっていうのを出してます。デスパッチャーちょっと欲しいんだよなぁ。なんか裁判のゲームとかも出してませんでしたっけ、なんか。うん、まあまあ、この辺、カタログあるから、チェックすればわかるけど。あと、大体スポーツを出してるんですよね。スポーツ今出しましたね。でかったところ。日本人全く何も興味ないけど、僕は本当スポーツゲーム強いんですよね。うん、え、好き？NFL のゲームとか。アマゲームめちゃくちゃ出してる。そうそう。で、今、日本人はやんないじゃないですか。やったことないね。だってあれ、ね、アメフトだってプロと大学と両方出してるからゲームで、そんな必要あんのみたいな。なんか、スーパースターベースボールがありましたね。野球とギリですかね。まあ野球はね、そうですね。ルーゲーリックとか、出るやつ。で、まあ、これで味を占めたんだから、その後数年間で20個のゲーム発売しましたと、すごい勢いですね、これ。デザインどうしてたのかちょっとわかんないんだけど、一人じゃ絶対にデザインできないはずなんだけど、20個なんて。多分、同行の人が何人かでやってたんでしょうけど。で、まあ、今言ったように、大ゲームと民事のタイトル、要するにスポーツゲームとかですね。民事っていいですね。民事って役がまあ、刑事の民事ですか。まあ、半々だったと。で、そのいずれもが大人向きだったと、まあ、そりゃそうですよね。この頃、だから確かに大人向きのゲームってあんまないはずだから、まあまあ売れたんでしょうね、そういう意味で。で、最大の売り気はその中でも、ボーゲームの方が常に上位を占めてたと。で、ここでチャンセラーズビルとかギーデっていうゲームが出てきて、初めてヘックスが採用されます。これ以前に鉄道ゲームってあります？これ以前鉄道ゲームないんじゃないかな。スパッチャーより前にってことですね。これ
って。いや、でもどういうものだったら鉄道ゲームと見なすかで話は。発祥ないともシミュレーション的要素がある鉄道ゲームって多分ないと思う。うん、まあないんじゃないですか。だからシミュレーション的要素を盛り込むっていう発想は多分この辺からだろうから。うん、デスパッチャーどこまでやるんですか？金は出てくる。どこだっけ？デスパッチャー時代見たことが、日本でプレイしてて見たことがない。でもどうだろう、50年代のファミリーゲームって意外となんか出ててもおかしくないから。この辺は遊戯史研究会で調べてもらうしかないよな。50年代からなんか日本の子供用のボードゲームで日本全国を鉄道に乗って回る。あ、まあまあそういうのはあるすごくすごいやつだね。あると思うんですけど。シミュレーションでは全然なる。ただ50年代って意外となんかその複雑なゲームがファミリーゲームで出たりもするじゃないですか。やっぱり野手でその辺が出てるような感じがありそう。あってもおかしくないですね。自分で線路引いてやるか、やるようなのがあるかどうかっていうのは。会にするゲームだったら。ベリーウェイライバーズって一応。もっとずっとあったスーパーズだベリーウェイライバーズって有名ですよね。7000円ぐらいじゃないか。面白いあれ。よくあります。あれなんで絶版なんですか？古すぎるでしょ。いや、リバイバルしてもおかしくない。今似たようなタイプのゲームは時々出てますよね。今、シミュレーションゲームの入門ガイドブックっていうのは電子化してあったんで、ディスコードにロゲームとかも入りました。これ見ると当時のアバネヒルクラシックは、大体カバーできます。ぜひ、これは普通に買えないやつですね。図書館にもありません。そう、図書館にないんだよね、ゲームって。残念なことに。この頃は出版物として全然見向きもされてなかったから、日本では。しかも日本で出してるもんじゃないしね、この頃。まあいいや、それでとにかくまあ、ヘックスが採用されましたと。これもすごいことですよね。今、衣装デザインでヘックス使ってるからね。びっくりですけど。この頃ヘックスなんて言ったらもう、カッて顔される時代だったから、1970年代でも何すかそれみたいな。六角形タイルってあんまな、どの用途でもあんまなかったんですかね。蜂の巣ぐらいじゃない。蜂の巣ぐらい。ハニカム構造あったのかな、うん、ぐらいな感じだよね。ちなみに D でドイツ、アフリカ軍団、バルチの戦いは全部同じカテゴリー、難易度2になってますね。まあそうでしょう。南北戦争はレベル3、難易度3です、ね。南北戦争あれね、改訂版がいろいろでどんどんルールが難しくなっていったんですよ。この後、ご飯ぐらいまで出たのかな、改訂続けて。このね、マニュアルは貴重です。当時の写真とかあるし。当時っていうか、ゲーム界にね。で、なんでヘックスにしたかっていうと、まあ、四角だと分かりにくいっていうのがあるんですけど、隣り合ったっていうことを表現するのに、あと、取り囲むっていうのがね、それは、来週草間が実物を持ってくれれば、こっちで比較して、こういうことだって一発で分かると思うんですけど。四角ってね、隣と、前後と斜めの関係がね、なんか意外と把握しにくいんですよね。把握しにくい。どう定義するかみたいなのがあるけど、でもヘックスっていうのは、6面全部平等だからね。うん。うん、結局、この時のゲームって、まあ、ゾーンオブコントローラーの我々ゾックって言ってますけど、要するに支配地域とか占領地域って言われたものがあって、要は駒の周りのところに自分の影響力を及ぼすっていうのがあるんで、六角形の方が分かりやすいのは確かなんですよ、駒を置いてみた時に。で、それで取り囲むとか非常に重要なテクニックになってくるんで、X でやれば、斜めは隣接に入りますかみたいな、毎回ある議論はしない。そういうことになるんで。囲碁の場合はね、縦横しか、斜めのとは関係ないわけ、ね、将棋は取り囲むっていう発想じゃないですね、あれ。動いて取るだから。斜めは斜めだから、桂馬とかそれなりの動きはもうちゃんとあるし。非常に不思議な感じです。それはちょっとやってみようかな。で、まあ、このヘックスの採用って実はランド研究所、まあ、軍事のシンクタンクで、今でもしょっちゅう名前が出てくるところですけど、そこの、まあ、提言によるもんだと言ってます。どういう提言が来たんですか、僕は。ランド研の人が、ちょっとタクティクスやって、これはヘックスの方がいいと思うんだよね、とか言ってたんですからね。なかなか、心温まる会話があったんじゃないかと。そうだとしたら、相当心温まるんですよ。でこれ、ここでだから1950年代初期って書いてある、そういうことなんですよ。ヘックスを、58年にヘックスのゲームがあって、前に会ってるからってことですね。チャールズ・オーバーズがランド研究所の研究員と会ったと。
なんであったんでしょうね。よくわかりませんけど。多分、ランド研究所の戦闘のシミュレーションゲームを出してるときに、ちょっと興味引いたんでしょうね。民間が出したっていうことで。でもやっぱり X がね、シミュレーションゲームの象徴みたいになりましたね。そうですね。なっちゃいましたね。今はどうだか知らないけど、初期のファミコンのシミュレーションとかでも使ってましたかね。X のマップって。わざわざ、そこやる必要ないんじゃないと思ったけど。まあやっぱりなんか視覚的に分かりやすいものあるんでしょうね。でまあランドの研究者は CR、戦闘結果について質問してきたと、その時。で、何を聞いたかっていうと、ランド研究所がなんかやってたゲームとかシミュレーションで使ってる戦闘結果に似てると。まあ、ランドの方は第三次世界大戦とその他の戦慄すべき出来事を、まあ、つまり戦争ですね、扱うゲームに使用してたより、していた。より複雑なのに似てた。ランドの方が複雑なまま戦闘結果を持ってたんでしょうけど、それに似てて、つまり戦闘結果を使うっていうことが、普通にゲームであることに多分驚いたんじゃないかなと私は思います。こんなもん使ってはそう思うんですかって。そうそう。いや、しんどくないですか。で、次はまあちょっと軍事的に面白いんだけど、チャールズ・ロバーツは攻撃が合理的に成功するためには3倍の兵力が必要だという、これ、構成3倍説という原則ですけど、少子の軍事的事実に基づいて、15分で表を改定したと、うんうん、まあ、随分やっつけといえばやっつけなんだけど。でもこの戦闘結果、CRT を見ていただけ分かるんですけど、目標は3倍になきゃないとダメ。今どこ行っちゃったかな。まあ、見ていただければ分かるよ。1対1だと不利なんですよね、攻めの方が。3対1で初めて絶対勝てるみたいな。2対1か3対1か。あ、そうですね。あ、絶対勝てるのは3対1なんですよ。3対1まで行くと、アタッカーの被害は出なくなるんですね。うん、やっぱりアバロヒルクラシック会やるじゃない。うん、やった方がいいかもしれないね。被爆通過で、10日の X って10日効果、10日で死ぬ。なんかナポレオンの法則とかいうのもあって、これも、でも、構成3倍の法則って、俗に言ってるだけで、本当、根拠って実はないんですよね、明確な根拠って。いや、分かるんだけども、同じ兵力だったら、増強にはならないって、守る方が有利になるから、地形やなんかの効果が。だから2倍必要だよねって、対等に戦うには、攻めるときに。じゃあ、絶対勝つなら、じゃあ3倍だよねっていう、実はその程度の。法則なんですけど、ただそうですね、こっち側の被害が多くなることはないわけですね。こっちが何か被害を食らう、いや、なんだかんだ言ってよくできてますよ。まあ、エクスチャーから、これをたった15分で作ったっていうのが驚異的なことなんですけど、だからゲーム的に見ると、まあ普通に2倍でやりたくなるわけですけど、うん、次幅をつけづらくなるから、うん、表のね、数字のだから3にしたんじゃないかと。でついでにこの戦闘結果のことをちょっと話してみると、まあ多い方の6対1とかあるのは分かるんだけど、なんで1対6なんて変なもんがあるかって話ですよね。1対6で攻めるんですかって、それがこのゲームのテクニックになってくるんだけども、1対6であえて相手を戦うとこ作って、他のとこでその分兵力回して絶対勝てる場所を作るみたいなテクニックがあるんですけどね。お前なんかすっげえこういう戦闘機一気で行って、それで敵の戦艦足止めするようなゲームありますけどね。現実的にどうかと思うんだよね。だから、ね、そうじゃない、神風みたいなもん。そう、足止めできるから。一気ですよ。まあ、ゲームやったら、割とそういうことはなりますよね。ユニットに限りがあるせいで。集中してる時と、そうでないとかはっきり分かるゲームなので、集中テレビは。で、まあ、ランドの研究員っていうのは、この15分で作ったよみたいな話聞いたら困惑したと、それはそうでしょうね。これ、15分で考えたんですかって、驚くでしょう、それは。まあ、このランドというシンクタンクとの出会いに、チャールズ・ロバーツがランドの方に関心を持つようになったと。で、その時に、ランドのゲーミング施設の写真を見て、あ、そこで六角形のマス目って使ってる、要するにヘクス使ってるんだっていうことを、知って、まあ、そこに注目して取り入れたんですね。で、ね、その、理由はユニットの動きに利便性によりますと。だから、この出会いが、ロバーツの大ゲームに対する大きな貢献だったと。まあ、確かにそうでしょう。
ねえ、まあこれ以外でロバートのやったことっていうのは、初期のゲームがルールの明確さと完全性に欠けてたんで、ルール改定を行ってた。これもうしょっちゅうやるようになりますね。ずっとそうですね。ねえ、まあホビーの伝統となると、非常に重大な貢献。だからゲームの2番だ、3番だ、4番だって出るようになるんですけど、これが後々ゲーマーの中でまた揉めるんですね。班が違うの持っててルールを覚えてると、いや、これ違うだろうみたいな喧嘩になるんで、まあ、だんだんゲーマーの頭はその辺分かってきて、じゃあ何番でやりますかみたいな話にどんどんなってくるんですけども。で、次の問題が、すごい問題なんだけども、ルールの問題ですが、プレイテストが適当に やってたんで、ルールが問題になったと、何が悪いのか分からない。てかもう、適当っていうのもプレイテストをやってくれる人がいなかったって言ってもいいし、ほとんど。だから、うちわだけでやるしかないはずだから、なんせ2000しか売れなかったわけで、最初。2000売れば、まあ今ならね。まあそれなりですよ。ゲームっていうのが分かってる時代に2000売れてがいいけど、知らない時にテストプレイやってくださいはできないよね、やっぱり。で、まあ、この経験から、アブノンヒル社は、新たな新ゲームを作るときには、熱心なゲームをテストプレイヤーとして採用するようになったと。まあ、これは今でも続いてますね、いろんなゲームで。せや、熱心なゲーマーじゃないと、テストプレイヤーになってもらえないという方が正しいんでしょうね。で、心そかにすると絶対にクソゲーになるんで、避けがたいというとこですよね。その他に、まあ、だんだんゲーム進化させて、陸上戦闘以外に、航空兵力っていうのを導入したり、舞台にして厳格なロジスティクス、まあ補給ですね。あと、新たに兵士をまた送り込んできて、舞台作り直すみたいな作業の、まあ制限って書いてますけど、そういった作業を導入しました、ルールとして。で、あと、大きなユニット、より小さなユニットに分割できる分割ユニットも採用したりしまして、あ、これまあ、次回持ってこようかな。あと、まあ、回線なんかで使うんですけど、隠れて動かすとか、わかりやすいのは駒を裏返しにして、数値が読めなくするやつですね。もっとめんどくさいのは、プロットしといて、どっかにメモ書いておいて、うん、X いくつからいくつに動きましたよとかって、もう完全に、お互いにこう、紳士じゃないと機能しないというシステムとかもあります。で、まあ、それ使った索敵のシステムですね。あ、じゃあ、ここ探しますみたいなことやる、うん。これはビスマルクっていう会社のゲームで初めて使用されました。これは日本に入ってきたビスマルクとは違う、もっと、プリンティブなやつですね。まあ、この辺が、ロバートさんのアブラヒムの貢献でしたと。で、一方で、チャールズ・ロバートはゲームの軍事的、軍事目的の可能性も探求してたと。っていうのは、タクテスが結構、協力用として有効だった経験に由来するっていうことは、つまり自分の舞台であれやったんでしょうね、タクテス最初のをやってみたというか、一応証拠でしたから。お前もうちょっと具体的に書いてほしかったんだけどな、個人的には。で、ロバートさんは戦闘指揮官のために分隊、まあ、10人ぐらいの、まあ、ドラマのコンバットのあれぐらいの部隊ですね。あと、まあ、小隊40人ぐらいの部隊ですけど、要するに前線で小銃持って戦うような部隊ですね。の、訓練機材となるゲームとして、ゲーム&トレイン、まあ、スラッシュか、っていうのをデザインしてフォートベニング、まあ、アメリカ陸の歩兵学校に認め図りましたと。まあ、軍人の興味引くんですけど、文化の方の反対でこの試みは失敗したと。まあまあ、文化にしてるのは何やゲームで遊んでんだ的な反対だったんでしょうね、これは。どう考えても。今だったらこんなことないんだろうな、というのはよくわかんないけど。この頃はそれくらい大ゲームってものは理解されてなかったと言っていいでしょうね。でも面白いことに、アメリカ海軍コンピューター使ってもこの頃やってんですね。前々回くらいに紹介したシステムを作って。で、まあ、パーラさんの言う人だと、これはプロとアマチュアの対立の、まあ、最初、おそらく最初の例だろうと。で、まあ、ロバートさん、これに見えずに非商業的な企てを追求して、管理者を教育するためのゲームを開発するように、アメリカ管理協会、まあ、マネジメントリーグなのかな、とも関係を持つようになります。で、まあ、こう言って、書いてるとお分かりになるでしょうけど、商業的にうまくいってるはずがなくて、こんなことしたら、やがて来たるべき時は来るわけですが。大ゲームは進歩しましたし、市場も拡大してたんですけど、アバンヒルの経営は思わしくなくて、1960年の初期に財政危機に陥りましたと。
で、債権者対モナークサービスはそこに会社は譲渡され、経営権は譲渡されちゃいます。で、ここでまた初期の大ゲーム家だと有名な人ですけど、このモナーク社のエリック・ドットっていう社長が、アブラヒル社を結局、救済策を決めるわけですね。譲渡されて、もう潰し合いじゃなくて、だからまあよく考えると、エリック・ドット社長ってほとんどハゲタカみたいだったんじゃないかなという、この頃は。で、このドットさんがアバラヒロシを結局成功に導くことになります。あんまり書いてないけど、この話は。ちなみに、ドット社長、日本にも来て、ホビージャパンの佐藤社長と、すき焼きパーティーやったりもしてますけどね。1980年代の初めぐらいに。アバラヒロシの会社の中、ロゴの下の方には、なんかモナークカンパニーって書いてますよね、確か。で結局、そうやって、ビジネスの縁があったおかげで、ホビージャパンがアバの日のゲームを、版権買うだけじゃなくて、自社ライセンス的に出せるようになったわけですね。誰か言ってませんでしたっけ、言ってたとすれば、誰だろうな。高梨さんか、川岸さんか。横山さん知らないかな。高梨さん。岡野さんは知ってそうだけど。うん、知らないとおかしいと思う。知らないかな。あれですよ、だから、キア通商と付き合う一方で、ホビージャパンとみたいな話をしてたから、うん、まあ、日本だとキアとホビージャパンの争いみたいなのがあったわけだけども、まあ、その話はちょっと本には書いてないんで、戻しますと、ドット社長は、チャールズ・ロバーツの仕事仲間だったトーマス・ショーを責任者にして、アバラヒロシを再建することにします。で、まあ、1964年、2敗の中からアバラヒロシは立ち上がったと。いや、今回でも改めて思ったけど、随分昔だったんですね、再建って。70年ぐらいかと思ってたら、うん、あれこんな時期だっけみたいな感じで。うん、で、まあ、1963年で、チャールズ・ロバーツ・ローゲームにおける現役の活動は終了しましたと。だから短いですよね、58年から10年やったかやってないかそんなもんなんで、10年いってないという実は、でも貢献はすごく大きいんですけど、その後も影響が続いたと。でその名前はゲーム界のアカデミー賞ともいき、チャールズ・ロバーツ賞って今でも名前残ってます。ちなみにチャールズ・ロバーツ賞は日本人のデザイナーも取ってる人います。あの方ですよね、山崎さん。そう、うん、山崎何、山崎さん。ああ、本当に。ウォーゲームの人だったんだ。もともとウォーゲームの人。ホビージャパンのアルバイトやっててっていう経歴。今でも、たまに僕はウォーゲームの仕事、今でもされてます。なんだっけ、歴史研究じゃなくて、なんか歴史群像にも返してたよ。ああ、そういうのは歴史の、なんか戦争の歴史の本も書いてる。特捜戦とかね、いろいろ書いてて、まあ、それでまた大木さんと喧嘩になってるんだけど。なりそう。いや、あの人たち自分が歴史学者なんだから自分の言ってることを全部信用されてると思ってないだろうっていうのはちょっと分かってると思うんで。まあね。面白い。じゃあ、オーラの人一人なんだ、これ、まるまる聞いてそうですかって信じちゃいけないわけで。まあ、それはいいんですけど。で、まあ、毎年ゲームコンベンションやると、まあ、要するにゲーム大会ですね。チャイルド・ロバーツがやってくると。で、それがまあ、重大な余裕だったと。まあ、ロバーツ来るぞ、今年も、みたいな。大物ってこと？それは大物でしょ、創始者なわけで。まあね。で、まあ、この章というか、パラグラの締めくくりが、チャイルド・ロバーツの発言の引用で終わってるんで、ちょっと読みますけど、長いけど。初期の時代における大ゲームデザインの問題相当にあったと。タクテクスはその当時デザインされたゲームに匹敵するものも全くない新しいプレイの方法を導入したため、新しく取り組むプレイヤーは単純なメカニズムを理解するのが難しかった。いや、そのメカニズムって何かっていうと、まず一挙に全てのコムを動かせるということが分かってもらえなかったってことですね。それから戦闘結果がサイコロの目を様々な、要するに戦闘結果表に照らし合わせて、求めるってことも改革的だったと。画期的という方が訳としてはいいんじゃないかな、本当は。いい訳になるでしょうけど。ね、今日は極めて簡単なことだが、当時の新しいプレイヤーが多くの場合に記述の不十分な説明に煩わらされながら、いや、これ今でもそうだろうと、基本的に言いたいんですが。良くない伝統はね。うん。プレイをともかくやってのけたことは奇跡でやってる。まだ奇跡が続いてますね。未だに続いてますよね。
で、初期のウォーゲームの代表的な購入者の一部における基礎的な技量の欠如は当たり前だろうっていう話なんですけど。何の技量期待してるんですか。それ初めてやる人に技量期待するなって話なんだけど。デザイナーを激しく制限し、プレイしてもらえるゲームになるように、プレイを勘弁することをし、勘弁化することを強いられた。まあ、これも今でも続いてますよね。ゲーム作ったことある人がわかるけど、自分ですごくいいシステム作ったの、ルール作ったと思っても、テストプレイしてもらったら、いや、できませんよ、これっていうのはあるわけで。で、今日経験を積んだプレイヤーの大きな母体があり、まあ、ゲーマーの数増えましたから、しかも世界的に広まりましたからね。彼らは容易に対戦者を見つけることができ、デザイナーは些細なことを懸念して始めることができるようになったと。これはつまり70年代の話。70年代だな、これ。また、今日のデザイナーは初期の時代によって見つけるのがそう容易じゃなかった、歴史的なデータを容易に利用することができる。まあ、まあ、そうですね。で、進歩したグラフィックスの発展によって強化された今日のゲームデザインを、では決して容易な仕事ではないが、少なくとも作る人は購入者が箱から蓋を取るのが困難ではないと考えることができると、うん、つまり手に取ってやってもらえるようになったよねってなことを実感していました、まあ、これなので箱が最初これで果たしてどこまでやる気をそするかどうかっていうのは難しいところで、実はどういうところで受けたんですかね。これはもう本当にだから最初本屋なんでしょうね、出版社に委託して作ってるから。ああ出版社はそうか。ああで技術爆破は割と最初の頃からあのアメリカの技術爆破博物館で売ってたらしいですよ、お土産本が覚えてもらったんでしょうね。販路は大変でしょうね、うん、ね、おもちゃは子供おもちゃじゃないですもんね、やっぱりこれは、うん、この当時はもちろん日本は切り刻んのが最初だって言われてるけど、ね、今は模型屋ですよね。模型屋ですね、うん、木屋だって模型屋でしょ。木屋も模型屋ですよ、ね、うん、まだありますよ、木屋あそこにあった、あのなんだっけ、旗、あ、なんだっけ、忘れてた、あ、モデルエース、まずあそこっていうのがある、モデルエース、あ、モデルエース、久我原にあったやつ、久我原、久我原、あそこっていうほど近くないですよ、かなり遠いと思うよ。どこですか、そこは。池袋くらいでしょ、そこは。あそこって。そんなとこないじゃない。書店で来たんじゃなかったっけね。多分書店じゃないですよ。ロバーツって何年生まれなんですか。あれ、何年生まれだっけな。あ、どっちかっていうと、岡田さんの方が出てくるんじゃないかな、もし。あの、今、ディスコを投げたやつで。シミュレーションゲームは図書ゲームであり、一般ゲームでも、これが他のアダルトゲームとの大きな相違点です。話し半分くらいですけど、もともとは、一冊のブックに地図とコマが一緒になって開発され、アメリカではその多くが書店で発売されていた歴史があります。そう書いてある。本ってもね、日本の本の流通が非常に特殊なので、なんか類推で聞かないというかね。もうね、確かに、日本の本屋のイメージはちょっと違いますもんね、うん、英語圏の方が、でも、活字の本を書店流通するのはハードル高いんですけどね、小説を見、今はそうですけど、うん、例えば小説の編集をしてると、うん、いいなと思った作家でも、大手から出すための容赦なくペンネームとか返させられて、はい、で作風もがらりと返させられて。で私が参加したツイムララっていう、こう英語の RPG トンネルガンブローズみたいなのを作ってますですが、活字で印刷するまでの追加が事細かに比べると比べていた参加者だから流れてきて、うん、すごい大変です。うん、豪華本でその2つをだから取り次ぎの力みたいなのが多分、うん、あんまりなくて、まあそうでしょうね、日本もありすぎるんで、その結果大手と中小との、うん、あのヒエラルキーがより大きくなっていくっていうのがあって、小出版社はそうなんですか。で小出版社もこうスキル好きみたいにはいっぱいあるんだけど、ただ大変と、うん、PDF とかの販路はそれなりに日本よりあるけど、うん、でっかい本を出してやるっていうのは大事で、本を出すからには豪華なしなきゃいけないですから、ただあって、だから、ツムララもだって50ドルとかですよ、ショップに。ですので。ゲームと一緒ですね。いや、まあ同じです。同じです。うん、
アメリカは、模型収入はやっぱ本場と一緒にして、イギリスの方が本場だろうけど。まあ、イギリスの方がまあ本場でしょうけど、でも、模型はいっぱいあるんじゃないですか。いっぱいありそうですよね。うん、あんまりそういう、なんか、そこら辺の繋がりを選んだことないけど。モデルはよくわからないけど、うん、メタルフィギュアに関しては、イギリスもアメリカも両方、レベル高いじゃないですか。うん、うん、まあ本場ですよ。うん今回はここまでですね。次回は SPI の話になります。竹内先生、面白い人がいるんだろうかという疑問があるんだけど。多分ね、内容理解できれば面白いんですけど、日本語がすごくてね、きついんですよね。日本語がきついんですよ、ね。いやいや、これは訳は、まあまあ、そんな引っかかんないんで。いや、竹内先生、日本語の訳もあれだし、なんて言うんだろう。解説つけないとちょっと理解してもらえないやつが随分あるんで。そうそう、もう歴史的な本ですもんね、うん、あの本自体がね。特にあの時代のアメリカの軍事とか社会の雰囲気って全然日本では分からないわけで、うん、あの次回の話もそれ出ますけど、あのエスペアの話やって今度ベトナム戦争の影響の話出るけど、そんなのもう日本だと全然分かんないから、うん、よくあれ直訳的なもんで出しちゃったよなという気が今になるとしますね、うん、もうちょっと解説入れてあげないよっていう、うん日本で模型やってた人が、ウォーゲームに行ったっていうのはあるんですかね。雑誌が同じだっただけ。うん、同じやつだけだと。だけで別に元々別に。そんなにすごいゲーム好きとかそういう人でもなさそうな。うん、でも、ある一定の世代のウォーゲーマーや RPG ゲーマー、モデラーも兼ねてたっていう、うん、よく聞く話だ、ねうん。戦艦とかね、そういう、あの戦闘機の模型を作ってて、それをこうやっぱり動かしたくなるんじゃないですかね。当然、そういうのはあると思います。